使う仕掛けはこれです。トリプル仕掛けです。ということで、今日はですね、女川港からゆゆまるさんですねに乗りましてですね、金華山周りのカレーということで、サカリになるのかな、ここまでの間を北に落ち着かせて、このフロートでこう魚を漁っていく、はい、大丈夫じゃないかなと思う。限界こうやってるわ。つけた。つけてた。でこれ違うんですかよ、チョーカーとして。隣で使うと違いますね。やっぱり向こうあのつけた方が強い。はい。北見で。お、結構曲がってんな。おお、その手前も来た。来てます、来てます、来てます、来てるね、すごいね、上がりだね。これは下の V の方の下張りですね。こっちも舐めた？ですね。おお、引っ張られた。コツがなくてもあのフロートのところは若干浮いてるのかなっていう感じ。微妙にこういう自然な動きですね。だからコツがなくても餌は踊ってるっていう。すごい色したよ。何でした？はい。取れる？はい。おお、でかい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 。なんだこいつ、マコか、なめた。あら、マコだな、マコだな、いいマコか。50ぐらいある。50ないな。20、45ぐらいか。46だな、46。後ろ3つ掛けだね、これは。あ、ダブルスネークのあれだな、ふさついてるやつ使ってたね。いいじゃないですか。まだ舐めただ。ハモいる？大丈夫？これも、あ、まあ40弱ってとこだな。やっぱり限界とつけるんだ。つけるんだ。ブルーの方が共有。ブルー共有。うん。俺オレンジ。オレンジダメかな。ちょっと釣れねえもんな俺。あの水がないの命だよ。そう。そうおお、これでも外れかね、気をつけよう。これ外れんだよね。はい、40はねえか。でもな、うん、だね、中の大出動だね。それイワシ、これイワシです。イワシ、やっぱりあれだ、水中灯の色なんじゃないの。色が青に変えてみようか。青の方がいいかもしれないね。こいつはイワシで色きたようなんだ。あ、そう、イワシ、イワシでいいの。石投げでねえのか。あ、石投げだ。石投げ。おお、茶っぽいやつだ、石投げ。石投げ、石投げ。石投げ。うん。ちっちゃいけどね。小さい、小さい。なんだ、いいのかや、その後ろ。なんだ。水。結構いるなぁ、結構いるぞ。いるんだよ。来た来た、久しぶりに来たよ。あ、これはいいね、まあ、まあ水慣れたね。まあまあだな。おうおうおう、暴れた暴れた。舐めただ、ハイナメか。違う違う違う、カレーだぞ、水慣れだぞ。やっぱり青かな。
舐めたじゃん、舐めただよ、舐めた。今日はブルーだね、このサイズかよ、俺は。タコだからなんか来ちゃって、あ、なんだこれは。でもあれだべ、イワシでしょ。こっちもイワシ。おお、やった、イシナギ、イシナギだ。大丈夫だ、ガッチリイシナギ。おお、いい水だ、水のいいやつだ、水のいいやつですね、これね。うん、いいね、このくらいからいいね。うん、40がちょうど40ぐらいだ。40ぐらいですね、はい、よし、バッチリ。だからイワシ切ったらいっちゃうわ。これ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 、死んだやつでいいから。こんな感じでいいでしょうか。これで食ったらもう完璧、餌だ。ほら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 、結構いいじゃないの。いいね、いいね、いいね。餌だわこれ。狙う魚に合わせねえんだな。おお、水がれ。狙い通り、狙い通りね。よし、大正解だ。ああ、やっぱり餌がなくなってました。今度は岩爪と青爪の餌をやっぱりつけます。こんなに小魚がなくても感じです。こっちに行ってみますか。極みか。さんはあくまでもマコガレ狙い。そうです、浮気はしません。マコは俺が一気にやります。頼むよ。45の重りが流されねえ、ピタッと真下だから、よっぽど潮の流れがないんだね今日。乗るか。はい、来ました。さっきのようなもんです。水が、水だ。上張り水。2人はぴったり止まったよ。ぴったり。また餌の周りに魚が来てます。
そもそっていう感じですね。一発じゃなくて本当に静かな杭ですよね。はい、来ました。おお、やっぱマコだな。あくまでもマコ狙いです。する人の小突きの癖がありますので、一人一人その人の癖に合わせた、あとこの釣り場に応じたあの仕掛けの長さを全部あのオーダーできます。どこで釣るか、それから竿の硬さ、あと小突きをオーソドックスに小突く人だと頻繁に細く小突く人でまた若干違ってきますので、重りからここまでの長さをこう調整したり、その場に合った仕掛けを工夫して作っております。一番手取り早いのはあの店の方に来ていただきまして、どこに釣りに行くか、お客さんと一緒にこう話しながら仕掛け選びをしていただくと、より楽しい釣りができると思います。仕掛けの長い方が逆に有利かもしれないですよ、今日は。当たりはあったんだよね。小さい当たりだよね。あそこの場所でまだいるな。これじゃない。ということで一人だけマコガレですね。ナイスお土産。土産。塩はね、手合いやんの。ということで本日は快晴の金華さんでございます。ただ塩は全く動かない。若干投げた方がいいんでね。水深は 68.5。 マコですか。はい、一人だけ釣んだもんね。いい方だ。やっぱり水は上張りなんだな。ここでするな。とついだ。本当に来そうだね。おお、来た。平野に来た。来た。タイってことはねえだろ。タイではねえな。タイ、もっと突っ込むからね。おお、なんで。ここに来て。お、やっぱりカレーだ。しかもいいカレーだ。水ガレー。やっぱりこれがあるんだよ、水ガレーな。しょうがない、来た。しょうがないのによくするね。さっきからずっと餌の周りにいたんですけど、粘り勝ちです。あ、なめただ。はい、黄色のフロートの下に振ってます。乗った、ようやく。
っちのよく風だわ、この静けさの中で。やっぱりね、こういう時つんないとね。おお、また舐めた。トリプル仕掛けです。形状記憶の方が当たりてんのかやな。まあ仕掛けまっすぐなってる、潮流れねえからだったね。流れでや仕掛けまっすぐなんで。来たのか、来たの。これはこれはカレーでしょ。マコ、やっぱり形状記憶なのかよ。変えた途端だよね。変えた途端だよね。変えた途端よし、なった。マコです。マコだね。はい。どっち取ったらいいんでしょう。いや、あいつはサンロでいいです両方マコでやってくれ。あー、舐めたなぁ。蓋は中ぐらい。おお、赤字か、マコか。あった、内眼狙いの当たり。あくまでもマコ狙い。あくまでもマコ狙いです。